今年度から初任者としてお世話になります楠本詩と申します。徳島県出身で福岡県民としても1年目なので、いろんなことを教えていただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。この春から春日市の中学校で働き始めた楠本詩さん、教師1年目ですがクラス担任も受け持っています。いろんな知識を持っていろんな教科を教えてるっていう憧れの存在として、私もこんな人になってみたいっていうので学校の先生になりたいっていうのはありました。初任地のこの中学校に着任してから2週間が経った先月下旬、楠本先生が初めて授業に向かうクラスを覗かせてもらいました。学年集会では挨拶してもらったんですけど、楠本詩って言います。数学担当です。一応。少し上がっているようにも見えます。数学嫌いな人、はい。正直にいいよ。あと数学好きな人。数学担当の楠本先生、最初の授業は生徒との距離を縮める意味も含めオリエンテーションとして数字を使ったゲームなどを行いました。せい、れい、ありがとうございました。どうでした？ちょっとやっぱり緊張してたので、まあでも臨機応変にできたんじゃないかなとは思っております。はい。気になる生徒たちの反応は、ちょっと初授業でどんな先生だろうとか思いましたけど、まあ、結構話しやすかったし、助かり、これからの数学の授業楽しみになりました。いや、難しいとは思うけど、なんか楽しくなるんじゃないかなと思って。滑り出しは上々。しかしその10日後、学校を訪ねてみると、楠本先生は職員室の中を行ったり来たり、机の上には書類が山積みです。同僚の先生もほとんどが席に座り、放課後にもかかわらず仕事をしています。この学校の勤務時間は通常午前8時15分から午後4時45分まで。しかし勤務時間内に業務が終わることはめったにありません。今日は8時なんですけど、多分無理です。授業の準備に時間割の調整、そして職員会議など業務は多岐にわたります。放課後に先生たちが行う大切な業務の一つが保護者への電話連絡です。欠席している子とか、あとはその日の様子とかを見て、もし気になった仕草とか表情とかがあったら、家庭連絡されてる先生が多いかなと。長い時には一人の保護者と30分以上話すこともあります。私も土曜日ちょっとまだ仕事が終わってないので、全然職員室にいるので、ちょっと提出していただいて、されてもよろしいですか？すみません、よろしくお願いします。楠本先生はこの日1時間半ほどかけ数人の保護者に電話、終わるとすぐに外出の準備を始めました。保護者会の準備そろそろ始めるのも安全よ。家庭訪問でちょっと一回出ます。はい、お疲れ様です。はい、入社する前に考えたより何倍ぐらい食べるんですか？5倍。5倍です。訪問先は去年から不登校になっている生徒の家でした。どんなに忙しくても生徒と向き合う時間は惜しみません。あ、すみません、加入しております高須賀南中学校の楠本詩と申します。お世話になります。しかしこの日、生徒の顔を見ることはできませんでした。はい、すみません、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、楠本先生は学校に行きたくないという生徒の気持ちが痛いほどよくわかると言います。
実は楠本先生は中学生の時、学校めっちゃ大嫌いだったんですよ。学校大嫌いだったし、中1の時はあれなんですよ、軽いいじめ学校行きたくないって言ったんですけど、逃げ道がなくて頑張って学校に行くしかないっていう状況で、当時の苦しみは今生徒との向き合い方に現れています。もう本人の顔が見たいのが山々なんですけど、元気なことさえ分かれば私は。学校に戻ったのは午後7時過ぎ。帰るなり問題が発生しました。何かあったんですか？そのバインダーから外したのも覚えて、あの外した記憶もあって、どこしたマジだね、マジでな。提出しなければならない書類が見当たらず、しばし考え込む楠本さん。なんかさ、中退連のやつなくしました。ここから取ってないから。それかさ、もうあるじゃないと、向こう言っとじゃないか。念のため提出場所を確認してみると、もう出とるよ。うわ、ビビった。もう泣く、もう無理、もう、はい、だから無意識のうちに出しとる、すいません、疲れとると、すいません、本当に申し訳ないです。毎日朝7時に出勤し激務をこなす楠本さん、気づけば所定の勤務時間を大きく超え、想定していた帰宅時間も過ぎていました。帰ります。無理授業の準備は明日します。土曜日ですけど、しょうがないです。学校に来る、学校に来てやらんとできんなって授業の、心が折れそうな時、支えとなるのが記者の人、社長。ああ、はいはいはい、あ、それに入れるんだ。え、なんだ、僕ら月9と思っています。月9と思ってましたよ。月9じゃないんですよ。この中で行くのは、ちょっと誰がキムタクの役をする。ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、ああ、取られた。ちょっと待ってや。先輩教師たちの存在です。ほっとする。もう恵まれてると思います。このまま本当突っ走って、で何かあったら、ここにいるメンバーが、前も言ったんですけど、伊藤先生助けてください、助けて、はい、今伊藤先生助けてくださいって言ったように、はい、一日中大忙しだった楠本さんに安堵の表情が戻りました。元気出ました。頑張れそうですか？頑張れますよ、間違いなく。楠本先生の熱意とひたむきさがまぶしくて、ぐっと、ね、心打たれるんですけど、でもやっぱり一方で明らかに業務過多なようにも見えるんで、ここはちょっと明確に対策を、ね、打っていかないといけないですよね。そうなんです。実は日本の教育現場は世界で一番忙しいとも言われています。こちらご覧ください。こちらは日本と海外の教員の業務内容を比較したデータです。三角は一部で担当しているものなんですが、日本の業務の多さというのは一目瞭然ですよね。そして家庭訪問に関してなんですけれども、海外では内容に応じた専門のサポートスタッフが行うなどしています。また校内の清掃活動については、清掃自体を企業に委託している国もあるんです。なるほど。内房寺さん、こういった日本の先生たちの時間外勤務、どうしたら削減していけると思いますか？そうですね、やっぱりこれを見ると業務がもう多岐にわたって多いというのがあると思うので、業務を減らす、そして教員以外の人員をやっぱり採用していかないといけないのかなと思います。今もう部活動とかは結構専門外部の専門家にもう委託するというのは結構出てきたのかなと思うんですけど、その他の業務、その授業、まあ、授業とか授業の準備は
必ず必要だと思うんですけど、まあ、事務作業だったり、まあ、あとなんか学校行事の準備とか運営とかもそれも外部に委託できるんじゃないかなっていうふうには思いますね。あとはやっぱり今の VTR 見ると家庭訪問とか結構時間取られて生徒保護者のサポートみたいのが時間かかっているのでそこら辺がちょっとなんか外部の専門家も入ってできればちょっと減るのかなという気もしますけどね。佐山さん、この教員の過重労働、こうそもそもの問題点はどのあたりにあると見てますか？教員の数がやっぱり足りてないという指摘が強いですよね。今福岡でも大量定年退職時代を迎えていて大量に先生が辞められる一方でもちろん先生採用してるんだけども心身の不調で休まれている人もいるし産休育休を取られる方がやっぱ増えている。これはもちろんいいことだと思うんですけど、で一方でその特別支援学級とか今増えていると明らかに。でそのとにかく構造的に時代環境が変わってるのに昔風のおそらく採用計画にどうしてもなっちゃってる可能性がありますよね。でどんどん授業内容は高度になっていてなのでやっぱりこれ手当を増やすとかそういうことでなんか今若手も辞めてる人が多いらしいんですけどそれをつなぎ止めるだけじゃなくて教員の数を増やすっていうことをなんとかしないといけないんじゃないかなと。でもし一部さんが言われたように外部のスタッフを入れるのであればですよ、これ教員が今までやってたことを別の方がやるんだっていうのをちゃんと保護者もそのコンセンサスがないといけないと思うんですよ。みんながちゃんと納得してだから結構な大改革を日本の教育現場でできるかどうかっていう結構分岐点に来てるのかなと思いますね。本当に大きな改革が必要ですよね。時代によってもさまざまな課題が出てくると思いますけれども教員の業務の根幹である生徒と向き合うことに集中するためにも柔軟な変化が求められます。ここまで日高記者でした。